静岡市清水区にある温泉施設ではウクライナを応援しようとボルシチの無料配布をしています。ウクライナの伝統料理ボルシチの無料配布をしております。静岡市清水区西里の温泉施設山セミの湯はロシアの侵攻を受けているウクライナを応援したいと明日までボルシチを来場者に無料で配布します。東ヨーロッパの伝統料理ボルシチを食べてウクライナについて考えてほしいと企画されました。美味しいですね。どういう形で貢献できるかというのを考えている中でこういうイベントがあったもので来させてもらいました。もともとはウクライナ発祥の料理ということでございまして、まあ、そういうところからもウクライナの人々に思いを馳せていただけるのではないのかな。山セミの湯では募金活動も始めていて集まった善意の募金は駐日ウクライナ大使館に寄付されるということです。